上下の歯をきれいにさせていただくお客様です。今回ですね、上下の前歯からその後ろにかけてですね、見える範囲全体的に美しく整えていきたいと思います。左の上がですね、まずこちら5番目、少し奥に入っているところですね、5番目から反対側も同じようにこちらの5番目上が10本ですね、下が同じように下のこの5番目の歯から反対側も少し奥に入って、ちょっと影になって見えづらいですけどね、この辺りに、はい、5番目の歯ですね、合計20本の歯並びでですね、整えていきたいと思います。ちょっと軽く開いてください。はい、特に下の歯の部分ですね、内側に入り込んでる歯 とスペースが狭いところの歯のガタつきの部分ですね、この辺を歯の大きさと、形、色ですね、トータルで前歯を美しく変えていきたいと思います。はい、では噛んでくださいね。先ほどのお客様です。今回ですね、はい、上の前歯と下の前歯、あと全体的に見える範囲を含めて、合計20本、10本ずつの20本ですね、1回目で仮歯に置き換えていきました。歯並びの、改善と、あと、お色味ですね、あとは歯の形、総合的に美しく整えていきました。今後はですね、プレミアムダイヤモンドセラミックで、さらに透明感のあるお口元に変えていきます。